じゃあ結局ね、石破さんはなんで天下取りたいかっていう理由はね、顔を元に戻したいからでしょ、ひとしだ。そう、石破さんもひとしやね。シゲルっちのひとしシリーズ多いけどね。で、そうよ。で、そうやる。そうやる。ね、二つ合わせたら、ハーケン黒いってなる。で、反対向けたハーゲンダッツだったかな。なんで、仏教の方だ、まんじゅうの方。それで、じゃあ、アウディって何そう因縁つけるわけちゃうけどね。だっておかしいんだよ、四つ葉のアウディって何だオーディン、オーディン鳥ってこと鳥バージョン、オーディン、アウディって。まあ、どうでもいいかそれね。石破さんは元の家に戻りたい。要するに、うちの息子だって、ひとしに戻りたい。じゃあ、うちに多少似てたんかな、ひとしの顔って。どうだった皆さんの記憶。ひとしってうちに似てた。アスカはうちに似てるでしょ。ひとしはむしろアスカに似てるよね。じゃあ、ひとしってうちの孫どうやろね。関係ないけど、ひとしのおじいさんじゃなくて、うちのおじいさんが保つだからね。タムツってひとしの孫だっけあれじゃあトールはって、トールはどこでも現れるの、トールオーディンが、ヒューヒューヒューって。何じゃそれ。なんかそういう名前なのかな、わからんけど。どこにでも現れる丸がの割に。トールハンマーで、なんかやったね、あれ。ポポロクロイツの、その、ピエトロ王子ちゃん、石田さんのことやね。ピエトロってペテロ、医師って言うんだけどドロちゃうよ。それヘドロ。ペトロが溶けたらヘドロ。知らんけど。で、その、ピエトロ王子、石田さんの話やね。で、ピエトロ王子の彼女がナルシアやね。ナルシアってナルシスト、あんま前じゃないんだよ。ナル人のことやね。かな、アスカのことちゃう多分。森の魔女ちか、綾瀬も 森だったし、昔からね。だから、綾瀬って名前なんだし、その、キツネが多いんだから、キツネがっと森やね、綾瀬って。まあ、キツネがいた森は、綾瀬って呼ばれるのかな、あの辺では。もう一個綾瀬って違うでしょ。谷中っていうのは蛇がおった土地なのかな。で、綾瀬の谷中ってやばいよね。で、まあ、森の魔女ナルシアって、きっとアスカのことやな。だから、ピエトロとナルシアは本当は兄弟やねんって。で、最後にそのドドンってなるんですよ。で、中間の、あれの作家さんですよ。名前ないとか、そのなんかファンブックみたいに持ってってんけど、実家に残してきちゃったんかな。そこに作家さんの顔載ってたで、あとキャラクターメイキングアーティストの、まあ女性なんですよね。だから元の漫画は全然違う顔やねん。なんか連載されてたんで。で、それをゲーム化するときに、女の先生が、あの、かわいい、あの、かわいいですけど、みんなも知ってるあのキャラにした。ソニーエンターテイメントやったりね、作ったソフト。まあ、プレステのソフトやからね。プレステ専用になっちゃう。ポポロクロイツと、まあ。ポポローグっていう第2弾やったから、それが面白かった。傭兵システムとかあって、その傭兵の一人の、あの、ザッパっていう恐竜が、大雑把な恐竜が、それの技が、トールハンマーって、で大雑把な武器で、トーって、ね、結構な使いにくい料理だけど、うちはかなり面白く使ったけど、楽しく使わせたのかと、トールハンマーは。かわいいよ。なんかその、あの料理は好きやから、それはダイソンとかもみんな好きやろうけど、あとメルは好きやな、みんな。何かおっぱいがあるじゃん。メルなんちゃう。言ったら違うよってある夢枕の先生方、その作家先生方、君はあれだよって、君のシーンはあれなんだって言って、なんか星の町、謎の星の町で、謎のベッド、それで寝たら、なんとかなるとか、ちょっと危険なゲームだ。あれを魔界とつながって危険なゲームだ。そういうゲームの出入り口もできるんです、実は。どの次元にもあったらね、そのゲームが。どの次元でも作家先生作らなあかんけどな、そのゲーム。それはね、一回一回作らなあかんの、皆さんの場合は。あ、うちもそうよ。その次元で一回一回なんか作らなあかんの。かつて作ったものでもね。で、厳密には同じ人ちゃうよ、次元ごとの道は。微妙に遺伝情報が違うでしょ。それは皆さんもそうだけど。微妙に遺伝情報が違うわけ。DNA 内の自分の。その DNA が、皆さんそれぞれ自分の体、うちもそうだけど、自分の体を刻んできたっていうのが性格でしょ。道具やん。
設計図であり道具、それが DNA の特徴。だから言葉でもあるね。だから設計図や道具や言葉としての機能しかないよ、遺伝子は。実はね。で、言霊っていうのはだから遺伝子に効くわけでもある。そしてまた遺伝子の振動でもある。どっちかというと遺伝子の振動やね。じゃあ言霊を使って喋ったら細胞に命令できちゃう。なんだかって、その遺伝子は細胞をこういうふうにしてきたからや。うちの遺伝子は、うちの細胞をこういうふうにしちゃう。で、チンチンかって消えちゃうじゃないって。チンチンの DNA がおるやろ。しかも生殖細胞がチンチン。だからそれはちょっと立ち上がるやろ、それは。うちにとっては。じゃあ、杉田水脈さんの部分をうちは持ってるよ。チンチン以外の部分にも、チンチンから命令してきよるからやんか。ん？精子ってホルモンが命令してきよるやんか。今日大学でホルモンの方はきっと電柱再生から精子。君にも見える電柱精子。見えるでしょ精子の中の電柱。女性も男性見せてもらえって言ったら、エロごとすんなよ。あ、本当だ、電柱なんだったって。というか、チンチンが今日なんで一つの電柱よねって。ただそれで、その、まあ、犬としてはね、男の人のね、チンチンのことをその、犬っていう。じゃあ、その反対で、女の人の猫っていうの。犬やけどね。他にもその男の人がエビなら女の人はカニなのね。わかるでしょ。そういう意味はあるよ。ね、だから、エミシっていうのはエビっていう感じが出ちゃったら、それはまあ、女性に非常に魅力がある種族に思われちゃうわね。実際と、エミシの男性も魅力的でしょ。アイドルなんかね、かわいい、かわいい。手越しかってな、あれエミシがしてるやろ。その遊び方はエミシ男性のな。遊郭でもエミシ男性の遊び方しかどうやらしてへんやないつ。じゃあそういうふうに扱ったり、所詮それで扱ったり。だから石田純一のエミシ版として扱ったったらええやんか。吉原芸人ねん言うて。それでその話ちゃうの手越しなんて。な置いとこうそれは。だって吉原華やかなるし時代もな、その、ああいう遊び方する先住民もおったし、まあ、吉原みたいなところもエタが管理しとったからね、多治見はね、エタじゃなくて山とか管理しとったんや。それが許されへんのになって、友情に朝鮮半島に送るよりの山とか、売り飛ばしよりの。それがあかんの。吉原はエタが管理しとったんや。ほんで、山と系のやつら、吉原に関してはなんか憎たらしそうに言うやろ。さて、じゃあ石破さんは元の顔に戻りたいからわざわざ天下取ろうとしてるけど、だけどその理由言えないよね。だってみんなもひどいことしちゃった、みんなにもひどいことしちゃったもん。だからバレンタインって支配されて顔またボコボコにされてしょっちゅう顔ボコボコにされる人も人知ってね。うわ、人知った見つけたらやっつけろってみんなに袋叩きに遭うでしょ。人知といろんな理由があるけど、人知がやってきた罪っていうのは本当にたくさんあるから、それが、その原因が、石破さんの時に、次元を無理やり変えちゃったっていうのを、ほっとした最初の罪だったら、元の顔に戻りたいために、あそこまでひどいことみんな聞きますか、人たち。で、逆なんかな。償いで石破さんになってるのかな。それぐるぐる、ぐるぐる回ってるだけなのかな、人たち。じゃあ、それしか考えられなくなるよ。そういう文脈でしか考えられなくなるよ。じゃあ、石破さんのね、素敵な素晴らしい皆さんにとって優しい政策提案もね、すげえ焼き目なんちゃうと思ってがっかりしたのちょっと前。それでもひょっとしたら芝にかけた方がいいのかなと思う時もあってもね、だってその子供やもん人知って。それでもやっぱ無理かなってちょっと苦思いよね、芝に集まる人知には。思ってしまう。まあ、成井には、三木谷には、川村には。川村の人格はね、焼酎の人格やから。お酒やめたら、別人格ね、もう人質みたいな。がっかりした人格よ。がっかりした人ががっかりしてる。しょんぼりした人格がしょんぼりしてるからです。で、時々思い出した原田のラーメン。誰も僕の気持ちなんて分かってないって。うん、分かりにくいわ。だって自分中心なんだよ、まだ人質の精神発達状態って。それみんなそうよ。だけど、じゃあ、みんなにじゃあ何をしますかって自分中心で言うの。
自分中心で生きなあかんって時は、生きなあかんってこと、自分中心で生きなあかんってことは、みんなに何かされる時のリアクション問題の方が大事ですよ。アクション問題で、なんで自分中心でなければいけませんか？うちかって自分必死で守ってるだけやんか。自分を守ってるリアクション問題言ったら、人としては自分を守らなきゃって、自分を守るんだって人を必死で攻撃してるやん。形変わるぐらい。で、次元移動させて。うちが怒ったらみんなもね、うちからの攻撃みたいに思いたいでしょうけど、うわ、お母さんに攻撃されたって。本当は違うんだよ、それはね。自衛のために、アマーは自衛してるわけですね。アマーの母は人質のこと、すごく怒るよ。でしょ？人質がひどいから、アマーは必死で自分を守ってるわけじゃない。必死すぎて、人質が攻撃にやるんでしょ？つまり、ひとしの母って、アスタでもないし、アマーでもないんじゃない？まあ、フリークなんですよね。で、兄弟もいないけど、アスタやアマーやひとし。三人兄弟じゃない、いっぱいおるんだから、兄弟。なんだかと。地球の人類全員兄弟じゃない。フリークから見たら子供たち。ね？もう子供世代になっちゃったの、フリークとは。なんでって。父親だって。杉田美代さんなんか。ね？ここにあるんですよ、杉田美代さん。これはフリーク、フリーク、永遠にフリークなんだ。なんして。でも、この状態だと、フリークと杉田美代さんが生殖しちゃうような遺伝子。その生殖後の遺伝子が、遺伝子交換後の遺伝子が、この体を刻み直しちゃうような、生まれた後でも、毎日のね、アマーという状態になったあなたの DNA、 つまり私の子供が毎日連日この体を編集し直しちゃうでしょ、ね、まあそれはそれでいいとこでも次元移動とか次元修正とかも切りない話なんで複雑にもなるでしょうし、アマーにとってはどんどんアマーはシンプルになっていくね、アマーにとって素敵な形になっていくでしょうけど、皆さんにとってはまだアマーってどんな人物か分かってないんでしょ。フリークのこともどんな人物か分かってないでしょ。なのに共有してるんでしょ。取り付いてるんでしょ。侵入してきたんでしょ。どんな人物か知りたいからでしょ。で、一番案外外側の世界では、あなた方と私は同級生なのかもしれない学校に。で、あの子どういう子だろうって、うちのこと毎日のに見てるだけなのかもしれない。じゃあ、そのうちの体内の世界はこんな風になっちゃうの。男の人の。その女子を見るときの、その目から飛び出るものの恐ろしさって、内部世界でこんなことを巻き起こしてしまうの。これしかりね。ハンターみたいな目で女性を見るでしょ、男子は。何民族であっても、もう公民。遊牧民同士。まるで狩猟民族みたいな目つきで見るんでしょ、女子のことを。特に思春期そんな目で見ちゃうわね。まだ思春期の発達状態とそんな目で女子を見ちゃうわね。その結果こういうことが起きてるの。その思春期までに強いその思考を変えるって人間は簡単に違う可能性があるでしょ。それが脅威なのって言ってもみんなの最後の方でした。脅威で。じゃあ全宇宙の一番外側フリッグ本人の体の外にも脅威があるよ。だって遺伝子の発明が古いもの、細胞より。細胞の発明は結局まあバクテリアの発明だからね。で、宇宙ってバクテリアって言ってるじゃん。ね。さてまあそれは置いといて、結局原発がそういうタイムマシン効果というか、まあ、マトリョーシカが行き来する効果があると分かった時点で始まる。日本以外も原発通れなかった作る。くっそ日本に編集されとったのかなって。さあ大変ね。